手前に防災新館が立ち、奥で解体工事が行われている旧山梨県民会館山梨県民会館は、山梨県甲府市丸の内に存在した山梨県庁に付帯する施設である。県内出身の建築家である内藤多中の設計により1957年に公開道棟、1960年に事務棟を竣工した。当初は、 1956年完成予定で、同時竣工の予定であったが、用地買収や設計の遅れにより、公会堂、事務所棟を分けて建設した。事務所棟のみ当初は5階建ての建物として計画していた。竣工当初は多目的ホールのついた公会堂の他にも事務所棟の地下は、展覧会場が設けられ、7階は当時山梨県にあまりなかった結婚式場。 最上階にはレストラン山梨会館が設けられた。公費は当時の金額で3億5700万円であり、うち1億円は水力発電所の建設にあたり、藤川水系の水利権を得た日本系金属からの寄付で賄われている。当時としては山梨県最高層のビルディングであり、その後建設された山梨県庁舎本館とともに山梨を代表するシンボルとなった。 その後時が経つと周辺に結婚式場や多目的ホールが建つようになり、需要の分散から結婚式場やレストランは閉鎖されオフィスフロアに改装、公開道も利用の減少や老朽化などを理由に1999年に閉鎖解体され、跡地は県府体の駐車場になった。1988年に1階に献血ルームが設置されたが、 こちらも2012年に南側に建てられた、ここり2階に移転という形で閉鎖されている。ジム棟も、築50年近く経過しており耐震補強が必要と診断されていることから当初は免震があるいは耐震工事が実施される予定であったが、当建物は県庁舎敷地内から舞鶴通りを隔てた民間の建物が逼迫した場所にあることから免震化工事ができず、 また耐震化工事についても施行後の再考などに問題があるため改修を断念2014年3月31日を最後に展示庁が閉鎖され残った県の部署も2015年2月に改修を終えた山梨県庁舎休館へ相次いで移転し同年7月より解体作業が開始された跡地は 県庁舎付帯の駐車場になったが2018年12月1日からは舞鶴城公園の一部になっている。解体直前時点の構成。ありがとうございます。